就活家族第2話あらすじ。早期退職について相談に乗っていた河村優子からの思いもよらぬ裏切り行為で窮地に追い込まれた富川陽介。日本鉄鋼金属の人事部長が女性社員にセクハラというニュースは、会社に甚大な被害を及ぼすため社長の的場から彼女を解き伏せることができなければ役員昇進だけでなく社員という立場も危うくなると忠告される。身に覚えのない優子の告発に戸惑う陽介は真実を明らかにしようとするが、優子はお願いだからもう付きまとわないでくださいの一点張り。固い信頼関係で結ばれていたはずの部下たちからもまさかあの富川部長がと白い目を向けられ、次第に会社内で居場所を失っていく。ついには人事担当常務の小部から新部署が決まるまで自宅待機を言い渡されてしまう。夫の役員昇進に喜ぶ水木に事実を言い出すことができず、出社するふりをして公園で時間を潰す陽介は、そこで同じ境遇の天谷五郎と出会う。同情の眼差しを向ける天谷にたまらず、私はあなたとは違うと言い放つ陽介だったが、やがて会社からは非常な通達を受けることになり、その頃商品管理部でのセクハラに悩んでいた長女のしおりは、真壁優斗の仲介で外商部一課への異動を実現させようとしていた。外商部一課長の中原綾子はしおりと真壁の関係を確認し、家内でイチャつかれると困るからと釘を刺すが、しおりはすでに真壁に対して特別な感情を抱きつつあった。一方、怪しげな就活塾国原就活塾に入塾した長男の光、マラソンやトイレ掃除といった就職活動には全く関係ないカリキュラムに追われる日々に次第に不安が募っていたが、国原交代に言葉巧みに丸め込まれ、さらなる高額の教材費を払うことになっていった。陽介の日本鉄鋼金属退職を機に徐々に形を崩し始めた富川家は、